皆さんこんにちは、チームマキリロッセラプラットです。仮想専門学校グループとタイアップのなりたい自分の見つけ方セミナーの裏側密着企画中国編始まります。どうぞ。ロッセラブラッツ。ああ、一人いないな、誰だ、一人いないぞ、置いてかないで。オッケーオッケー、はい、ありがとうございます。ゆかさんから質問です。はい、とっちくんに質問です。はい、勉強とかでストレスが溜まった時のストレス発散方法を教えてください。僕もテスト勉強めちゃめちゃ嫌いでやりたくないなって個人的にも思ってたりしたんですけど、なんか自分頑張ってないなって思った時に誰でもあのドキュメンタリーを見る、ドキュメンタリー映画を見るとかなりモチベーションが上がるかなと個人的に思います。まあ、ドキュメンタリーって大体芸能人さんが多いんですけど、なんか芸能人さんって普段見てる姿はなんかあんま頑張ってる姿は見せないじゃないですか、うん、それ裏の努力、ね、そうですね、うん、あのドキュメンタリーを見るとやっぱその裏での努力だったりっていうのを知れて、うん、やっぱこういう輝いてる人でもやっぱ努力はしてるんだなって思うので、うん、そういう人を見てモチベーション上げてまた勉強するっていうのがいいのかなと思います。うん、なるほどね、素晴らしい、ありがとうございます。うん、なんかあれだよね、でも頑張ってるってさ、結構みんなあの頑張ってる人のこと好きじゃないですか。こんな風に考えてもいいんじゃない、たくさんいろんな人にモテたいとかさ、自分がいいっていう風に思われたいと思ったら、まあなんか一つ何でもいいから自分でこういうこと頑張ってるんだっていうことを思うことによって、それがあの相手に伝わると結構やっぱそういうのをね、応援してくれる人が出てきたり、ね、周りの人があの人頑張ってるんだなって思ってなんか好きになってもらいたい、ね、そんな風になるじゃないですか。それをモチベーションにして頑張るっていうのは一つ、うん、手なのかもしれないというふうに参考にしてもらえたらなというふうに思います。今日の意気込みお願いします。今日の意気込みですか。まあ、鳥取公演ということで。そうなんですね。喋らせて、鳥取公演ということで、まあのね、初めて僕たちを見るっていう人も多分結構来るかなって思ってるんですけど、そういう人たちをまあ笑顔にできて、でまあ来てくれるファンの人も全笑顔にして返したいです。ここだけの話、第2公演で木村優希くんにサプライズでちょっとね、面白いことするので金が来ました。どうですか、楽しましょう。いいね、いいね、2色分いいね、2色分。今日すごい世代ライブというか、カメラ回していい。これ携帯っていうんですか。あ、これ携帯って言って、今この世代初めて来てる、その時に。あ、この時代の時に調子いいです。あ、そうですね、やっぱあの方、木村優希ですね。楽しみにしてたね、凱旋ライブなんで。あ、俺と盛り上げますよ。そう、メンバーも観客の皆さんもね、盛り上げられるように頑張りたいと思います。サプライズ頑張ります。それでは本日僕の地元の広島での凱旋公演ということで、この曲を特別に披露させていただきます。それでは聴いてください、モノローグ。この時代に生まれ
ていただき誠にありがとうございます。次はもっともっとでかいホールを決めれるようにまだまだチームワーク頑張ります。お願いします。この世界で誰より幸せになることを願っているよ。どんな時でも愛してるから素直に言える。ありがとうって島にお帰り。東京帰ったら一緒に買い物行こう。LINE でしろよ、そのやり取り。成功しました。ね、よかった。ただいまーす。たくさんの人に喋っていただいて、あ、協力いただいて。本当に何も知らなかったからね、これ。そうだよね。そう。すごいわ。マジ成功した。みんながこう。気づいたね。めっちゃイブ入れたもんな。いいやつやで、いいやつやで。島根公演が始まりました。皆さん盛り上がっていきましょう。3 2 1 1。いってきまちゅ。夏美さんから、皆さんへの質問なんですが、将来美容師になりたいと思っています。美容師になったらみんなのスタイリストになれますかとのことです。かわいいです。お願いします。なんだろう、一番の近道は本当に麻生専門学校さんに、うん、座ってる場じゃない。麻生専門学校さんに入学すれば僕たちのヘアメイクとかもしてくれるし、現に明日の山口公演なんか麻生さんから学生さんが来て僕たちのヘアメイクをしてくれたりするので、あのやっぱ僕たちのようなタレントをヘアスタイリングしながらあのプロに近づいていけるというのはすごいいい環境だなと思うので、一番の近道は麻生専門学校さんに入学することなのかなと思います。ありがとうございます、ありがとうございます。実はいろんな県からあのお問い合わせもいただいてるし、実際来る人多いです。あの島根県からもうちの麻生美容専門学校に入ってきている子、去年一昨年かな卒業した子でもやっぱりいるし、はい、でそれこそ広島とかあの岡山とかからも来るし、北はですね青森とか北海道からも来る時があります。何が理由かってね、やっぱり空港から近いじゃないですか、で駅から近いじゃないですか新幹線ね。なので県外に出て勉強しようかなと思ってたら、福岡に来ようが例えば隣の県に行こうがあんま変わらない。もっと言ったら物価が安くてなんか環境がいいってなると、まあやっぱり住みやすいし、今言ったようなうちの学校ならではの技術と経験値みたいなことを気にしてもらえたら、夏美さん、麻生美容専門学校で待ってますので、みんなもねあのぜひ一緒に仕事ができたらいいなと思うんでね、はい、来てくれたらなと思います、お待ちしてます。お願いします。ありがとうございます。頑張ってください。
チャーシューマキのセラマレットです。ということで無事中国エリアを完走いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんどうでした、中国地方回ってみて。何としてみましょうね。楽しかったというか感動しました。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、広島以外も皆さん盛り上がっていただいて、すごく僕たちもやりやすい環境下で対応させていただいたことにありがたく思います。はい。ということで、翔太君、告知があるんですよね。はい。なんとですね、8月20、21日に僕たちが、ね、出演させていただくアートビューティーコレクション2021が開催されます。やったー。会場はですね、アクロス福岡で、福岡県でっかい会場となっているので、僕たちがパフォーマンスもするので、ランウェイとかも歩いちゃったりしてね、はい、たちのね、そういう舞台があるので、ぜひ見に来てくれると嬉しいです。はい、お願いします。ということで、これからもチームマーキーのメガワツミの旅、続いていきますので、これからも応援のほどよろしくお願いします。お願いします。ということで、以上、チームマーキー、ロン、セラバレットでした。バイバイ。